一度使ったハゼパッチがこう、粘着力がなくなってきますよね。そんなのがもうたくさんになってくると、どうしようかと。数日前に朝のランニングでちょっと走りすぎまして、本当に膝を押さえると痛いところができてしまったんですね。で、これを、広い面積の痛みですので、ハゼパッチを何個も貼るのもなかなかうまくいかないんですね。で、テーピングのテープに、ハピパッチをたくさん貼って、ここでいっぺんに治療してしまおうと、そんなことを考えまして、このテープがもう一回剥ぐと手にベタベタくっつくもんですから、このロールをこうやって、少しめくって、紙をめくった状態で、置いとかないと手にくっつきます。こんな感じですかね。このくらい痛みの面積ありますので、でこれをハサミでジョキッと切って、それでこのまま膝に貼り付けようと。この辺から切ってもいいかな。こういうことですね。このまま紙こう剥いで、痛いところに肩でもどこでもいいから貼れば、ハペシートでもいいんですけどね、関節部分でくにくに曲がるとこはハペパッチ。